山本隆博2月19日隊は日本のモノマネタレント、お笑い芸人、声優である。福岡県北九州市出身。渡辺エンターテインメント所属。身長162センチメートル。血液型は A 型。戸畑中央高等学校出身。ホテル勤務を経て芸能界入り。モノマネが得意であることからお笑いの道へ進む。小田裕二の踊る。 大捜査船、三天製薬の目薬 CM、世界陸上、ドキュメンタリー番組での一幕などのモノマネで知られる。三天製薬 CM の、キター、は、登場時の枕として頻繁に用いられており、定番の一つとなっている。小田のモノマネを始めたきっかけは、高校時代に片思いをしていた同級生から一度だけ、小田有二に似ていると言われたことに由来する。 学生時代から教師等の身近な人物のモノマネをしていた。小田をはじめとしてモノマネ対象の人物に対しては特に許可を取っていない。2008年11月には小田裕二の所属事務所から民放各局にモノマネを企画される際には本人のイメージを尊重していただくようなルール作りをお願いしたいとの通達があったことをアメーバニュースが報じた。近年は 声優としても活動しており、アントマンワスプの吹き替えには、タレント枠ではなく声優枠で参加している。料理が得意で、芸人デビュー前は、リーガロイヤルホテルオグラ内の中華料理店に勤務していたことがある。エビは大好物だが、エビアレルギーを持っているため、自分で殻を剥くことができない。父親の影響で、プロ野球は、読売ジャイアンツの大ファンである。 オリックスバファローズの小松清は2008年シーズンヒーローインタビュー時に山本のキター、を披露。その後山本は小松にキター、を使ってくれてありがとう。また新ネタを使ってくださいという内容のハガキを送っていた映画ドラマアニメありがとうございます。